皆さんお疲れ様です。乳酸菌大好き乳さんです。今回はとオンラインアップデートがありましたので、そちらの情報のまとめとなっております。またあと新環境をちょっと触ってみてやりたい構成があったので、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。今回のとアップデート内容のまとめは今あと表示されているものです。ナーフを受けたものがアグライア、アベンジナイト、パルスワンドです。情報修正がされたものは原油の女王、ロストガーディアン、ビースト、明治級、アサシン6、9です。内容についてのご説明になっていきます。まずはアグライアです。アグライアのスキルですね、スピリットバインドが下方修正されています。と今まで5秒拘束していたものが4秒構造不能になっております。ディバインと組み合わせて使うことが多いコマなので、スキル自体は割と連発できそうだなという印象でした。ディバイン2をと出しているときは、あとクールタイム自体が12秒なので 6.6 秒、ディバイン4が出ているときは 3.6 秒という感じなので、やっぱりスキルは割と連発できるのかなという評価です。なのでちょっと使ってみた体感としてはまだまだ強そうだっていうのと、まあ、弱体化をそんなに実感できなかったなっていう印象です。次にアベンジナイトです。アベンジナイトのスキル反撃か、あと今まで、まあ、確率その星1、星2、星3で確率が変わると思うんですけども、反撃に 50% のライフスティールがついていましたが、こちらが 40% に変わりました。で早めに重なって育てることができれば、まあ、強いかなっていう印象はあったんですけども、まあ、ライフスティールが最終盤面とか連続で発動すれば強いというイメージだったので、やっぱり弱くなったのかなと思います。まだちょっと使ってみてないのでわからない部分もあるんですけども、やっぱり最終盤面の信頼度っていうのがあとさらに低くなったのかなという印象です。次にとパルスワンドですね。パルスワンドはとランダムな敵に250の魔法ダメージを与えていたのが今回から200に変わりました。体感はちょっとやっぱり弱くなったのかなと思っていて、まあ、以前結構パルスワンドが強かった環境に比べると、パルスワンドのこのスキルが発動することで敵コマを減らせて勝てたみたいな場面とかも多かったんですけども、あの今回使ってみた感じはやっぱり倒しきれてないなっていうのがあったりとかしたので、まあ、やっぱりテレポート体験優先したいなっていう気持ちになりました。まあ、序盤はテレポート探検とか作れたらいいなっていう感じなんですけども、最終的になんか全然テレポート探検作れなそうだっていう時はパルスワンド作ってもいいなっていう感じはあります。次に情報修正されたものを中心的にお話ししていきたいと思います。まずは幻影の女王です。幻影の女王のスキルデビルスクリームに、命中した敵全体に250、350、550の確定ダメージを、固定ダメージのことですね、固定ダメージを与えていたんですけども、次からはあと300、400、600に変わりました。で今までも結構強かったんですけども、さらに強くなりました。最近はディバインに入れていることが多かったので、これからも活躍してくれそうなコマになりました。今回ちょっと新環境を触ってみたときに何回か入れてみたんですけども、結構強かったと思います。次にロストガーディアンです。ロストガーディアンの攻撃力が変わりました。ロストガーディアンの星3が540から600でかなり上がったので、星3ちょっと使ってみたいなという気分にはなっていますね。一応と今まで135、270、540だったのが150、300、600に変わっています。相手にボリキューがいて、ボリキューの中にロストガーディアン採用型の方がいらっしゃったんですけども、結構中盤までは強い感じがしたんですけども、まあ、卓によってはちょっと活躍できない部分はあるのかなっていう印象でした。ロストカーキャリーのビーストはなんか結構可燃性はあったりするかなってちょっと思ったので、一度やってみたいなと思います。次にシナジーの情報修正です。ビーストの情報修正で、ビースト6が情報修正されています。敵コマのビーストシナジーを所有するユニットから攻撃を受ける際に15というものが16に変わって、物理ダメージが追加付与されるようになりました。で一度ナーフを受けて、またあと情報修正されて調整されたような感じなんですけども、今回相手にいた時には結構強く感じました。で結構
まあ、今だとディバインナイトとか流行ってたりとかすると思うんですけども、まあ、宅にナイト系がいて、まあ、自分の手札にクマとか裏切りの集まりがいいときは、まあ、見てもいい構成になったのかなとは思いました。でケーブディバインにも割 とその圧倒的に不利を取るっていうことはないので配置とかで勝てそうな場面はあるのかなっていう評価です。あとはあとその自分の引きが悪くてどうしようもないとき の配置処理の選択肢にしてもいいのかなと思いました。次にアサシンですね。アサシンは369って書いてあるんですけども、変わったのは69なのかなと思います。味方攻撃は確率で300、350、450のカスタメージを与えますというところが、400と500に変わりました。こちらも情報修正となっておりまして、まあ、アサシン級の選択肢がちょっと出てきてきたのかなって思ったんですけど、まだ評価しきれない部分がありました。相手にいた感じは、まあ、弱くはないかなっていう感じがして、まあ、エースコマの強さで最終的に勝てるかどうかっていうのが変わってくるかなっていう、まあ、評価だったので、まあ、地名の暗殺者とかエンバーが集まっている時じゃないと厳しいのかなという印象です。で相手にいた時、相手にとそのアサシン級かながいた時は脅威ほどではなかったんですけども、まあ、弱くもないっていう感じでしたね。ただあとそのディバインナイトがいる宅にいる時とか、まあ、シャンマン出してない先制術師星2がいる時は結構厳しいかなとは思います。最後にと明治級ですね。明治級のとジョブ効果、敵駒全員の魔法防御が 95% 下がるだったのがあと 105% 下がるに変わりました。で魔法ダメージが明治級が出てる時に入りやすくなるので、その明治級の追加効果でと凍結がとついたと思うんですけど、そちらの時間もと、まあ、実質伸びるのかなと思います。まあ、ただですね、そのマリーンとかマントとかで結構対策されやすい構成にはなってしまうので、まだまだ研究余地が残る構成にはなってしまっているのかなと思います。で最後にと変異環境を狙いたい構成についてです。でこちらはハンター級でちょっと12枠埋まってるんですけども、先制術師嵐のシャーマン、終焉の審判者は、自由枠として見ていただければと思います。新環境はハンター級、ディバインナイト、ケブディバインシャーマンです。ハンター級は純正で出せるのが一番いいかなとは思うんですけども、まあ、アクアハンターとかが引けない場合はこのウィザードを出してハンター級、レベル10でハンター級出すっていうのもいいかなと思います。でアクアハンターとか、まあ、他の駒が引けてない場合とかもあると思うんですけども、ハンター級が純正で出した時に相手の構成に味方になるような駒ですね、先制術師とか終焉の審判者、あとはあと嵐のシャーマンを入れたりとかするのでいいのかなと思いました。結構星さんがあとハンター駒にいない場合でも勝てたりしたので、まあ、結構強いのかなという印象です。でディバインナイトですね。ディバインナイトは羊の騎士と不死騎士が固定で、あとの3枠は割と自由かなと思います。ケブディバインシャーマンも水のスピリットのところは好きな火力コマにしていいかなと思いますが、だいたい水のスピリットか羊の騎士を採用されている方が多いかなと思います。で最近はこのディバインの中に終焉の審判者以外に幻影の女王を入れるのにすごくハマってるので、結構幻影の女王がショップに並んでたら結構採用することが多いです。あとはその卓を見て刺さりそうな 5G コマがいたらその人を採用していくみたいな感じで遊んでいます。今回の動画は以上となりますが、アップデート情報のまとめと新環境をちょっとやりたいなと思っている構成のお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。